はい、今回はですね、こちらのノースフェイスの小型バッグについてレビューをしていきたいと思います。まあ、ざっくりとですね、このバッグにはポイントが3つありますね。1つ目がですね、小型なのにリュックタイプということですね。普通これぐらい小型だとショルダーバッグっていうのが多いと思うんですけども、ただショルダーっていうのはこう片側だけにかけるんで、ちょっとそれが嫌な人とかいると思うんですよね。そういう人にとってはありがたいカバンかなと思います。あとですね、リュックタイプなのでウォーキングとかランニングにも適しているので非常にいいかなと思います。で、あとポイント2つ目が、非常にこれ軽いんですよね。約 145g なんで、例えばカバンだけでかなり重いっていうね、そういう場合もあると思うんですけど、これはもう本当単体だと 145g なんで軽くて非常にありがたいです。はい、続いて3つ目のポイントがチャックの位置ですね。こちら真ん中になってるんですよね。こうちょっと胸でこう背負ってみますけど、こうチャックがこう真ん中からこうグーってやるタイプなんで、こう物が取り出しやすいんですよね。今ちょっと仮でダウンジャケット入れてるんですけど、なので非常にいいですね。このチャックがこう通常の上だけだとこう下に物がある時取りづらかったりするんですけど、まあこれだとですね、もうザクッと開けて物が取りやすいんで非常に便利かなと思います。まあ、装着のイメージとしてはまあこんな感じで、今女性の姿出してますけども、まあこんな感じになるかなと思いますね。はい、ということで、あとはこの物がどれくらい入るのかということをちょっと別の動画で説明していますので、ぜひご覧ください。どうぞ。